お前は神宮寺。争いが始まった時点でこうなる予感はしていた。見ての通り、俺はあの時誓った夢を叶え軍人となった。お前の方も自らの矜持に従ったようだな。幼い頃、帝国の社交場で密かに語り合った理想を各々現実のものにしたというわけか。案ずることはない、相島。今の俺の相棒はお前だ。奴はもはや敵国の咎人に過ぎ、情けをかける方が失礼というもの。真剣勝負を挑もうではないか。手加減など好敵手相手にできるわけがないだろう。過去の俺と侮るな。相島と力を合わせ、皆と声を重ねて打ち倒してみせよう。相島、準備はいいな。いざ尋常に勝負だ。我らが帝国を勝利に導かん。会場中を俺たちの歌で染め上げてみせる。俺は帝国のためにこの身を捧げてきた。しかし、皆は罪深い勝利の女神だな。凛とした声に捕らえられて心が揺さぶられる。皆と共に歌い上げるこの瞬間が続いていく限り、夢は終わらない。どんなに遠く離れていたとしても、歌を聴けば深くつながることができるだろう。何があろうと、この愛は不変なのだから。歌を掲げ、共に突き進もう。俺には、お前が必要だ。どうか、勇姿を見届けていてほしい。ありがとう、恩に切る。俺たちの固い結束を証明するため、まずは今、この戦いに必ず勝たねばな。そういうわけだ、神宮寺。俺に勝負を挑むのならば、相応の思いを込めてぶつかってくるがいい。そう簡単に倒せはしないぞ。